はい、ご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、ちょっと暫定版好きになる相手の見極め方というタイトルで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。いきなりなんですけれども、皆さんあれですよね、結構その離婚される方って多いと思うんですよね。何を今更という話だと思うんですけれど、でも結婚された時はもうこの相手しかいない、そう思って結婚されてると思うんです。もうその時はもうこの人がと一緒にいるんだと、そういうような形でですね、結婚された方が多いと思うんですね。なのに、もう関わらず、離婚してしまうということですよね。先日もですね、ちょっと、ツイッターを見ていたらですね、なんかね、AI のゴミの捨て方を AI が答えてくれるみたいな、なんかアカウントがあるんですよね。いいよのゴミの分別案内という、なんか AI がいるらしいんです。ほんで、例えば粗大ゴミの捨て方、教えてくれって言ったら、いいよが答えてくれると。まあ、そのタイムラインでですね、旦那って書いた人がいるんです。まあ、これは要するに、旦那の捨て方を教えてくれ。と、まあ、いいように聞いてるんですね。まあ、旦那をゴミ扱いしてるわけです。そして、いいよの答えというのがですね、人間は判断力の欠如によって結婚し、忍耐力の欠如によって離婚し、記憶力の欠如によって再婚するって、アルマン・サラ・クルーは言っていたよって答えてるんですよね。忍耐力を鍛えてみたらどうかな、というふうに答えてます。私ね、これね、ちょっと忍耐力を鍛えたからって、解決する問題ではないんじゃないかな、というふうに思うんですね。あるいはですね、先日私もたまたまファミリーレストランでお茶をしてたんですが、隣のテーブルに座ってたグループがですね、また30代から40代ぐらいの女性4人組だったんです。で、その中の一人の方が最近どうも離婚されたらしくって、その前の旦那さんの悪口をわーわー言ってるわけですよね。で、その中でその一人の方がですね、なんでそもそも結婚したの？聞くんですよね。そうすると、まあ、その時はいいと思ったんだよね。離婚された女性も答えられてるんです。要するにですね、皆さんこう直感とか、まあ、好みのタイプとか、そういうことで自分なりにいろいろ判断して、好きになる相手を決めて、で、まあ結婚まで至る方もおられるわけですよね。なのにもかかわらずうまくいかない。まあ、あるいはですね、もうちょっと違う角度から考えると、昔よく言ったんです。松田聖子も好きやと。河合奈子も好きや。早見優も好きや。誰を好きになったらええんや。こういう話があるんですよね。まあ、そんな中ですね、まあ、こうやって好きになる人を決めてくださいというような、ちょっと一つ基準の提案を今日はしてみたいと思うんですね。はい。まあ、いきなりなんですが、ここですね、星座表ですね。すいません。まずですね、ご自身のですね星座をまず確かめましょうと。ここのサイト、まあ、QR コードも置いてます。ここのサイト行っていただくと、ご自身の星座がまず分かると。それが分からないと話に入ってきませんので、まずご自身の星座を調べてください。はい、その上で、話を進めていきたいと思います。まず、この目立つのがピンクとブルーの色分けだと思うんですけれども、これは単純にですね、ピンク色が女性星座と。で、ブルーが男性星座と。
いうことになっております。で、私はですね、ここはですね、単純にですね、まあ例えばヤギ座、ご自身がヤギ座であれば、女性星座の中からお相手を選ばれたらどうかなと思ってるんです。もしご自身が男性星座であれば、もちろん男性星座の中から、お相手を選んでくださいということですね。はい、まずこの区分けがあるんです。で、その中でもちょっと注意していただきたいのはここなんですね。例えばヤギ座であれば、地の星座、地面の星座ということになります。そうすると次、地面の星座といえば牡牛座で乙女座ということになるんですね。ですから、もしご自身がヤギ座であれば、この乙女座か牡牛座、これはとりあえずベストとお考えていただいていいのではないかと思っています。でですね、次ここ活動のところに注目していただいて、そういう意味で言えばここですね、蟹座、対面にあるこの蟹座っていうのも、まあ一つ選択肢としていいんじゃないかということですね。だからここの角度、これが、まあ、120度とか言うんですよね。1、2、3、4つ目、1、2、3、4つ目の星座と、まあ、180度ですね。180度ぐるっと回って、これで180度っていうんですけれども、ぐるっと回って蟹座もいいんじゃないかと。120度、180度、このお相手と、お付き合いされるのがいいんじゃないかと、まあ、これも理屈抜きで私は思っています。で、まあ、ここで問題なのがこの自分自身ですよね。自分自身というか、同じヤギ座の方はどうなのかと、ここは私もちょっとですね、まだ研究不足で分かっていないところがあるんですが、ここに関してはですね、まあとりあえずあんまり良くないんじゃないかというふうに私は今のところ思っております。ちょっと星座別に全部言ってみましょうか。次は水亀座の、ちょっと見にくいですけど、水亀座の場合は双子座、獅子座、天秤座、はい、魚座の場合は蟹座、乙女座、サソリ座、はい、おひつじ座の場合は獅子座、天秤座、いて座、お牛座の場合は乙女座、サソリ座、ヤギ座、双子座の場合は天秤座、いて座、水亀座、蟹座の場合はサソリ座、ヤギ座、魚座、獅子座の場合はいて座、水亀座、おひつじ座、乙女座の場合はヤギ座、魚座、お牛座、天秤座の場合は水亀座、おひつじ座、双子座、サソリ座の場合は魚座、牡牛座、蟹座、いて座の場合は牡羊座、双子座、獅子座ということですかね。はい、まあそのようなお相手とお付き合いされたら比較的うまくいくのではないかと私は思ってます。
ほんで、はい、ここちょっとね、一つだけケーススタジーをしておきたいんです。最近の例なんですけれども、ですね、ちょっと不幸なことになってしまったんですが、天さんと上原隆子さんと安倍さんの三角関係ですね。これが上原隆子さんがヤギ座で、そのヤギ座を挟んで射手座の天さんで、水亀座の安倍さん、まあ、こういう三角関係の中で天さんが、自殺をしてしまうということになってしまったんです。私はもうですね、この隣同士っていうのはあまり良くないんじゃないかな。あまりちょっと私の周りの例を見てもですね、思わぬこうネガティブな面が、出てきてしまうことがある。そういうふうになんか思うんですよね。ですからこの隣同士の星座っていうのはできるだけ避けた方がいいのかなというのがちょっとアドバイスとしてあります。まあ、ただしですね、ちょっと、例に当てはまらない場合もございまして、例えばですね、芸能界というか音楽界のおしどりカップルとして知られる山下達郎さんですね。で、が、水亀座。で、竹内まりやさんが魚座なんですよね。これ、隣同士なんですけれども、非常に仲のいいご夫婦として、知られているところではあると思います。なんで、何もかもその隣同士が悪いわけではないのかもしれないんですけれども、私のそのこれは数少ない例、達郎さんとマリアさんの例は数少ない例としてですね、他の場合ちょっと隣同士の星座っていうのはあまり良くないんじゃないかなというふうに思ってるんです。あとですね、ちょっと一つファクターとしてあるのが、もしお相手が左利きだった場合、これなんですね。左利きだった場合っていうのは、ちょっとですね、読めない。状況が読めないという、ことが、ございます。ですから、もし隣同士の星座でもですね、どちらかが左利きの場合は、安心してお付き合いされてもいいんじゃないかなみたいなところでしょうかね。なかなか私もちょっと研究不足で不確定な要素もたくさんあって、完全な決め打ちとはいかないんですけれども、この辺をですねご参考に、例えば今ちょうど夏休みですから、中高生の方なんかでも恋愛にはちょうどいい季節なのかなということもあるんですけれども、好きになる相手を決める際にですね、こういうその星座表を中心に一度組み立ててみるのも一ついいんではないかなと思います。そのためにもですね、まずご自身の星座を、ちゃんと把握しましょうということですね。はい、どうもありがとうございました。